改めまして稲村和美です。本日は皆様お時間頂戴しましてありがとうございます。私稲村和美はこの度来たる兵庫県知事選挙に立候補する決意をいたしました。今兵庫県はかつてない危機に陥っています。やはりこの県政の混乱と停滞をこのままにしていくことはできないというその一心で決意をいたしました。私が政治家になった原点は神戸大学在学中に発生した阪神淡路大震災での避難所のボランティア活動でした。来年兵庫県は震災から30年という大きな節目を迎えようとしている中、このような悪いニュースが全国を駆け巡る、本当に歯がゆい思いが募っていました。神戸で働きたいと神戸の証券会社に入社をした後、兵庫県議会議員として2期7年、尼崎市長として3期12年仕事をさせていただきました。とりわけ尼崎市長就任時には本当に財政がまだまだ厳しい状態で、市民の皆さんと力を合わせてさまざまな改革を進めていかなければならない状況でした。職員の定数の削減や外郭団体の見直しなど、まず行政の足元から、そしてもちろんトップ自らさまざまな改革の姿勢を見せていく、非常に厳しい取り組みもしなければならないからこそ、職員との信頼関係が非常に大切だということを実感してきました。限られた財源であれもこれもはできない、優先順位をしっかりと議論していくには、もう一つの民意、住民代表である議会の議員の皆様ともぜひしっかりと議論をしていく、批判の声や反対の立場の方のさまざまな意見も受け止め、しっかりと対話をして、より良いやり方はないかな、これならどうかな、着地点をしっかりと見出していく、議会や地域の皆さんとの信頼関係も不可欠です。しかし現在の兵庫県はそこの信頼関係が崩れてしまっている、これではまだ停滞が続いてしまうんじゃないか、そんな懸念を私の中でも大きく募らせている状態でした。そんな中、身に余ることながら本当にさまざまな立場のいろいろな方からお声掛けをいただき、これをもっといい標語にしていくための機会にしていこう、このままじゃあかんやろうと、そういった背中を押す声、お力をたくさんいただきました。なかなか簡単ではない挑戦だということを認識していましたが、そういった皆さんと一緒ならできるんじゃないか、今こそ今度こそ新しい兵庫を作っていけるんじゃないか、私は一度政治家を引退しようと考えておりましたが、この度そういった皆さんと力を合わせて共に新しい兵庫を作りたいと決意を固めるに至りました。私が皆様と共に作っていきたいのは、多様な県民の声がしっかりと届く風通しのいい県政です。県民の生活を暮らしを支える県内の市町の取り組みをしっかりと尊重し、
幅広い地域の皆様としっかりと力を合わせ、信頼される、連携できる地域とともにある県政です。抜本的な改革をしっかりと進め、未来への責任を果たす県政です。そのような県政運営を通じて、多くの皆様と共に安心で多彩な魅力あふれる兵庫を、今こそ今度こそ共に作っていきたいと思っています。この挑戦は私一人ではもちろんできませんけれども、共感してくださる皆さんと一緒なら、必ずこの兵庫の新しい未来を切り開いていくことができると確信をしております。この挑戦の間に多くの皆様が加わってくださることを信じて全力を尽くします。対話と信頼なくして改革なし、この思いを胸に全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。あ、すみません、フリーの記者の横田ですけども、県知事選の焦点、対決についてお伺いしたいんですが、文書問題の核心部分はですね、公益通報者保護法違反のまさに告発者探しをした上にですね、元県民局長の大島とこにあった個人情報を幹部らが広めてですね、で、死に追いやったと、で弱みを握ってこう、まあ、明らかに告発者の口封じをしようとしたという、まあ、権力犯罪の疑いがあると思うんですけど、斉藤知事はですね、その、まあ、ヒーマンとされる井本前部長の徹底調査をせずにですね、失職したんですが、この点について、知事になられた場合は、この問題をうやむやにせずに真相解明を徹底的にやると、井本さんの、再度の聞き取り調査などを徹底的に進めるというお立場と理解してよろしいでしょうか。はい、資料の方にも書いております通り、やはり今回の一連の対応については検証が必要ですし、第三者委員会、百条委員会が当然調査継続中です、まあ、そういったことも踏まえて、しっかりと総括が必要だと思っています。で、先ほども申し上げた通り、やっぱり県庁内で本当に風通しの良い、組織運営ができていなかったのではないかという点が、まあ、今回非常に一つの課題になっていると思いますので、そうじゃない県政を作っていくためには、やはり一定の再調査が必要な部分が出てくるのではないかと思います。あ、というか牛タンクラブと言われている一部の幹部の人たちの、告発者潰し、個人情報漏洩については徹底的に調査すると、どういうことが起きたか、行ったのかというのを調べるという立場その徹底的に調べるの具体的内容がイメージが一致しているかどうかは今確認できないんですけれども、ただ少なくとも当然まだ調査が継続中というところもありますし、やはりその今なかなかその百条委員会でも本当に証言しやすい環境でできるのかっていうことも、まあ、議論されながら進んできた面もあると思います。ですので、やはり新たな目線でもう一度検証していくということは必要だと思います。イメージとしてはですね、井本さんが百条委員会を欠席して、まあ、体調不良を理由にしてるんですけども、まあ、自宅か病院に行って、聞き取り調査をするとかですね、で、元県民局長に対してやった同じようにですね、パソコン調べてどういうメールのやり取りがあったのかと、県議の人に井本前部長は、広めたという報道もあるわけですから、その個人情報漏洩のルートを徹底的に調べるというイメージなんですけど、そういうことを、まあ、質になった場合はやってられるという理解でよろしいでしょうか。今回の一連の中でやっぱりこういろんな証言といいますか、立場が
あると思います。元県民局長の思いで、まあその知事や側近の皆さんにももちろんいろいろな思いや言い分もあったかもしれないけれども、ここは非常にすれ違っていたということだと思います。でこういったことにおいて、これもまあ私の拙い経験則ですけれども、0対100でどっちかが正しい、どっちかが間違ってるっていうことはあまりありません。やはりそれぞれに言い分があり、それぞれに問題もあるけれども、じゃあ本当の問題は何で、それを乗り越えていくために今必要なことは何なのか、具体的な取り組みは何なのか、やっぱりそういうふうに前向きに建設的に進んでいくことが重要だと思っています。ですのでこっちがこうやったからそれをこっちにやり返すとか、そういうことではなくて、必要に応じてもしかしたら、パソコン の, あのログが調査対象になることがあるかもしれませんけれども、それはちょっと現時点ではまだ明確にこうというふうに決めて申し上げられている段階ではない。